復活したグルジオ、なんて強さなんだ。違う違う、イサミ、グルジオじゃなくてグルジオキングな。どっちでもいいだろそんなの。おい、よくないって。こういうのは正しく情報を伝えないと。いいか、俺たちが最初に戦ったのはグルジオボーンで、今回戦っているのが進化したグルジオキング。要するにグルジオだろ、カレーとカツカレーみたいな。どっちもカレーじゃん、同じじゃん。同じじゃないの。やはりその程度だったか。はい、ダーリン。はーい。対怪獣拘束システム実行。対怪獣拘束システム実行します。怪獣はアイゼンテック社によって捕獲され、ここ綾香市の中心部に拘束されています。正直怪獣にもウルトラマンにもうんざりでした。まあ俺らの町守んのはもうウルトラマンじゃないんですよ。やっぱアイゼンさんなんですよね。これがサイエンス的なパワーがやっぱ半端な。あー頭くる。アイゼンのやつ何企んでやがんだ。イサミ、なんか変だと思わないか。ああ、変さ。俺たち頑張ってんのに町の人からうんざりとか言われてんじゃん。いや、そうじゃない。今回の件は本当にアイゼンの仕業なのか、ひょっとしたら誰かに踊らされてるんじゃないのか。誰かって例のクリスタルの女のこと？あの時もっと慎重に行動しなきゃいけなかったんだ。慎重にたって他にどんな選択肢があった？これに頼るしかなかったろ。そもそも使えなかったじゃないか。結果論じゃんそれは。と勝つにはいつもそうだよ。二言目には慎重にとか待て待てとか。お前は突っ走りすぎなんだよ。何でも一人でやってるなんて思うなよ。いいか、お前はみんなに支えられてるんだ。それを忘れるな。父さんだってお前を大学にやるのがどれだけ大変か分かるだろう。そのために俺だって進学諦めたって言うんじゃないだろうな。勝つには恩着せがましいんだよ。俺に夢を背負わせないでくれ。なんだと、もういっぺん言ってみろ。喧嘩はやめてください。喧嘩はハッピーじゃありません。私たち3人だけの兄弟じゃないですか。
ガレージの整理してくる。カツニ、ねえねえねえ、ちょっとこれ見てよ。新しい T シャツのサンプルだ。ザン。カレー辛くてごめんなっちゃい。繰り返す。ごめんなっちゃい。お父さん、私うちの子でよかったです。朝日、捕獲されてから2日目の朝を迎えましたが、怪獣は依然として眠り続けています。政府は今日にも災害復興担当大臣を中心とした調査チームを現地に派遣する予定です。ただいま。おかえり。学校どうだった？普通に資格かったですよ。うん。イサニーは？知らないよ、あんなやつ。もういい加減機嫌直してください。昔から仲のいい兄弟だったじゃないですか。ほら、こんなハッピーな顔。これいつの写真ですか？小学生の時、みんなでピクニックに行った写真だな。ねえ、カツミ。うん？私、どんな子でした？どんな子か。朝日が迷子になって探しに行ったら俺たちの方が迷っちゃって、そしたら朝日はちゃっかり母さんのとこに戻ってて、ずいぶん怒られたっけな。そんなこともありましたね。こちらはアイゼンテックです。学園東通りは現在封鎖されています。お手数ですが迂回をお願いいたします。やっぱりここだったんですね、イサニー。おう、アサヒ。アイゼンテックのやつらきっと何か企んでるはずなんだ。絶対陰謀を暴いてやる。まずは腹ごしらえ。今朝から何も食べてないんでしょ？別に腹減ってねえし。おい。はい、おかかとチーズのおむすび、イサニーの大好物でしょ。よくお母さんがピクニックの時作ってくれたじゃないですか。最後の一個は取り合いになったな。いつもカツ兄は私たちに譲ってくれましたよ。私もそこにいましたよね。急にどうしたんだよ。いえ。もちろんいたよ。一緒におむすび食べてたじゃん。ダーリン、状況は？政府の怪獣災害調査団が到着したようです。ダーリン。はい。対怪獣拘束システム切れ。ノンノン、それは危険です。調査団に被害が及び、アイゼンテックの信用問題に関わってくれ。だからやるのだ。対怪獣拘束システム解除。
注意報が出ています。怪獣が目覚めた。朝日、早く逃げろ。違うな。こうか。これが女子高生の言う漏れる角度ってやつか。かなり漏れてます。俺色にやべえ。イサミ大丈夫か。カツニ、昨日はどうだって悪かった。俺もちょっと言い過ぎたよ。行くぞ。あっ、俺色に染め上げろ。セレクトクリスタル。セレクトクリスタル。ウルトラマンタオ、ウルトラマンリング。的は火、グレンの炎。的は水、コンペニーの海。俺が奴の気を引く。イサミは背中の大砲を。ガッテン。友は言った。不正義よりも厄介なもの、それは力を持たぬ正義だ。オスカー・フィンガル・オフラハティ、ウィルス・ワイルド。大丈夫か、アリソン。友情だ、兄弟愛だと言ったところで、力がなければ世界は救えない。来るぞ。あいつが次撃ってくるまでに何秒かかる。 2.5 秒ってとこかな。その間が攻撃のチャンスだ。今だ。フレイム、アクア、ハイブリッドシュレッド。よっしゃ。ダーリン。はい。こんな時女子高生ならどう言う？超すごい、ありえないとか。私ならこう言う。そんな貧弱な攻撃マジ受ける。どうだ、俺の作戦勝ち。いやいや、考えたのは俺だろ。そうだっけ。そうだ。もう一度試そう、あのクリスタルを。だってあれは。いいからやるんだ。わかった。所詮お前たちにあのクリスタルは使えない。さらばだ、素人ウルトラマン。
人なら何でもできる。イサミ、カツミ、
やっぱりお母さんの言った通りだった。兄弟二人なら何でもできる。兄弟二人？ええ、ほら。なんだかんだでさ、俺はお前が羨ましかったみたいだ。俺が羨ましい？勝兄が？ああ。勇はなんか自由に生きてる気がしてさ。俺も勝兄にコンプレックス持ってたよ。スポーツもできるし、店も父さんと切り盛りして、近所の人気者だし。ああ気持ち悪い。お前もうこんな話やめようぜ。そうだな、やめやめ。ああ腹減った。あ行くぞ。今回の怪獣災害についてアイゼンテック社の管理責任が問われるところですが、当のアイゼン誠社長は2日前から消息不明で、取材に応じた。ただいま。今回の事故に関しては正直社長以外誰も把握していないとコメント。朝日は事故の原因となった対海戦。お前たち一緒じゃなかったの？アイゼン社長が独自に開発していたものと思われ、一般社員はその存在すらも聞かされていなかったようです。警視庁ではアイゼン社長が事件に巻き込まれた可能性も鑑みつつ行方を追っています。についての研究だ。勝つに。ああ、今日のクリスタルはこれだ。ウルトラマン。栄光の初代ウルトラマン。怪獣退治の専門家とも呼ばれている。ウルトラマンとベリアルの力を使うことで最強の極みクリスタルを手にすることができるんだ。次回も見てくれよな。朝日が家出した。しかもこんな時に限って今度は透明怪獣出現だよ。探さなくちゃ。朝日は俺の、あ、いや俺たちの大事な妹なんだ。当たり前だ。行こうぜ勝兄。次回ウルトラマンルーブ、この瞬間が絆、俺色に染め上げろルーブ。